久保さんまあいろんな友情の形友達の形おき合いの形はあると思うんですけども形をねみんなその形の中ではまっちゃってるので形をねやっぱ形成していく形を作っていくっていうのが大事なんじゃないかなとつまり自分の人生を自分で切り開いて自分のつながりも自分で作っていって全て自分で作っていくっていう。 テーマとしては、タイトルとしては、運命は自分で切り開くもの。うん、これ以外ないですね。運命とは自分で切り開くものであると。もう僕はもう極論ここしかないと思います、うん。やっぱ運がある人とかない人とか、まあ確かにあるかもしれないです。まああるでしょう。だけど、うん、ある一定の運っていうのは、 うん、僕はやってれば引き寄せられると思います。ある一定の運はね。例えば、うん、久保さんもそのネットビジネスをやろうと思っていなくて、やろうと思って行,行動して情報を探し始めたから僕に行き着いた。スマホアプリに行き着いた。じゃあもしネットビジネスをやろうとも思わなかった。情報を探しにも行かなかった。じゃあどうやって引き寄せるんですか僕を。<laughs> 無理でしょう。 山口陸を引き寄せることはできないですよ。ネットやろうとしてなかったら。うん、何か新しいことをやろうと思った。じゃあそこに対して情報を探しに行った。っていう、そこの、そこのコアがあるからなんですよね。だから、その、始めなければ始まらないっていう、すべてはこうかなと。あなたが始めなければ何も始まらないと。言ってらっしゃい